3バックだと富安選手どこのポジション一番いいと思いますか？あ、右でいいんじゃないですか？板倉だと多分ね、うまいこと右のね、ウィングバックと、3バックの真ん中をつなげないと思うんですよね。真ん中でコーチングするって役割もそうなんだけど、ボール持ってる状況で多分ね、だ今日の日本代表のいいところは、この523って前回だと、この間を取るこの選手に、こっちか、ウィングバック上がってきて、ここつなぎたいんだけど、橋岡中入って3バックがこういう風になって、ここがつながらなかったの。で、後々インタビューでも位置が低かったって言って、実際はね、このペナ幅ぐらいにいないと、これ位置高くても内側にいちゃうとここつながらないんだよね。つながらなかったり、下がってきてウィングバックが受けなきゃいけない。これを冨安はペナ幅ぐらいでちゃんと上下できて、ここをね、高すぎると相手にプレスかけるし、低すぎると思った後運んでる間に相手寄ってくるから、この位置取りむずいんだよね。だってこれジンチェンコとかね、あのキビオルとかアーセナルの左サイドバックでできないからね、冨安以外。私レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアーボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。